シャーロットはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の55番艦。艦名はノースカロライナ州シャーロットにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはタコマ級フリゲート42番艦以来4隻目。シャーロットの建造は1987年2月6日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され。 1990年8月17日に寄港した。1992年10月3日にメアリー・マコーマック夫人によって命名浸水し、1994年9月16日にマイケル・マシューズ艦長の指揮下収益した。2005年11月29日、シャーロットは新珠湾から北極の氷館の下を通ってバージニア州ノーフォークに到着した。 途中北極で61インチの氷を突き破って浮上した。これはロサンゼルス急潜水艦での新記録であった。2007年に再度大西洋艦隊から太平洋艦隊に編入され、真珠湾へ戻っている。太平洋艦隊編入後、定期的に日本への寄港もある。シャーロットは DSRV の母艦でもある。また、 アドバンスドシールデリバリーシステムを搭載可能である。ありがとうございます。